国民投票が迫る中、EU 残留を訴えるグループは、住宅を一軒ずつ回りながら、なんとか支持を取り込もうとしています。一部の調査では離脱派がリードしていますが、賛否が拮抗している調査結果もあります。またおよそ1割の人が態度を決めておらず、離脱派残留派とも支持を広げようと必死です。一方、大衆紙サンは離脱への投票を呼びかける社説を一面に掲載しました。EU から抜け出せば、より豊かで安全で自由になると主張しています。